どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ16号掲載の呪術廻戦最新217話、欲丸2の解説考察をやっていこうと思います。ジャンプ本誌の内容を含みますのでご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら、高評価チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになります。今年は登録者1000人突破を目指していますので、チャンネル未登録のそこのあなた、何卒よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。戦隊コロニーにて1000年ぶりの再会を果たしたスクナとヨロズ。スクナ相手に後々と戦いの後のことを語る余裕を見せるヨロズと、この後があると思っているのかと微笑むスクナ。悠久の時を経て現代に蘇った二人の強者の余裕そうな表情にめちゃくちゃワクワクさせられます。スクナに向かって黒い液体のような物質で攻撃を放つヨロズ。この液体の正体は彼女の持つ術式、構築術式によって再現された液体金属であることが後々明かされましたが、対するスクナも徳さんの影棒術の式神の一体、玉剣を召喚。伏黒が操る玉剣とはまた一味違った姿、戦い方を見せるスクナ。個人的に面白いなと思ったのは、自らの肉体から玉剣をにじみ出すようにして召喚し攻撃する戦い方でした。伏黒の戦い方はあくまで式神は式神として独立させて動かし、術師である自らは別個に動いて畳みかけるという戦法でしたが、スクナは自らの攻撃の流れの中に式神をさりげなく混ぜ込んでいて、伏黒とはまた違った器用さがあるなと感じました。戦いの中で突然交わされたスクナとヨロズ結婚の縛り。いや、シリアスな流れの中で何を会話してんねんとツッコミを入れたくなりますが、ヨロズとしてはすごく真面目なのが火力の高いオタクという感じがしてシュールです。おまけにわざわざ見開き1ページを使ってヨロズの懇悔の妄想が描かれるというのがもう最高にシュールで、イケメンも干せばカピカピ糸おかしというもはやどこに重きがあるのかわからない一句に対して、スクナも冷静に季語はとツッコミを入れているので、もうシュールギャグの大渋滞です。ウラウムのこともしれっと料理人として使おうとしているのがちゃっかりしてますね。1000年前の日本にポタージュという概念があったのかは定かではありませんが、万が一スクナがヨロズ相手に負けることがあったとして、ウラウメはヨロズの言うことを素直に聞くのでしょうか。考えるだけ無駄な考察な気がしますが、シリアスな展開に突然シュールなギャグを放り込んでくるのも呪術廻戦の良さの一つですね。ヨロズの持つ術式は構築術式。作中では京都校2年全員舞が持つ術式でしたが、舞が1日1発の弾丸を生成するのが限界だった一方、鍛錬によって鍛え上げられたヨロズの術式は特殊な呪具を除きあらゆる物質を再現可能なようで、その点では舞の上位互換的な存在といえます。数ある武具を構築し歴戦の術師となったヨロズが行き着いたのは、呪力により物性を安定させたまま体積を変化させる液体金属。スクナとの戦いの中で見せた血液のような黒い液体はこれによる攻撃のようです。加えてあまたの生体機能を流用特化させた肉の鎧とのことで、もはやそこに器である積み木の面影はなく、異形の化け物と化しています。その姿には虫の触覚や羽など要所要所に虫モチーフの特徴が見えることから、これがヨロズの最も戦いやすい形状なのだろうということがわかります。ちなみに先ほど僕は彼女を舞の上位互換と言いましたが、個人的には少し違うと思っています。確かに舞は1日1発の弾丸を作ることしかできませんが、それは双子という存在で生まれてしまったこと、双子の姉マキが呪力を持たない肉体として生まれてしまったことによる縛りが影響しています。マキが呪力を持たない天陽呪縛であることにより、舞自身の力も制御されてしまっているからです。加えて舞は自らの命を犠牲にすることで対象の魂を断ち切る特性を持った呪具、釈魂刀を再現することにも成功していますから、特殊な呪具が再現可能という点で、ヨロズとは術式の方向性が異なっていると言えそうです。ヨロズに対してスクナは、鳴らし運転にはちょうどいいと笑みを浮かべ、その頭上には宝人が出現。この法人は徳佐の影棒術最強の式神、マコラの頭上に浮かんでいるものと同一なので、スクナはマコラを召喚しようとしていると思われます。僕は先日こちらの動画で、スクナがマコラを重複するのではないかと考察しましたが、もしかするとその方向性通りになるかもしれませんね。ただし気になるのは、鳴らし運転という言葉。まだ重複していない式神に対して使う言葉にしては少し引っかかるというか、どちらかというと新たに手にした力を試すという意味合いで使われる言葉な気がしています。そう考えるとまだ見ぬ別の式神か、あるいはマコラの重複がすでに完了しているのかもしれません。さすがに現時点で重複が完了しているとはなかなか思いませんが、全員家での欲でスクナが何をしていたのかの全容は明かされていませんし、一つの可能性として考えるのも面白いかもしれませんね。異形の姿へと変化したヨロズに向き合うスクナ、敵 VS 敵の構図は少年漫画の中でもやはり王道的に面白い展開でワクワクしますね。次週は救済とのことなので2週間後を楽しみに待ちましょう。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。